今日はまずお披露目も兼ねてということだったので、今後皆様に提供していくたこ焼きをご提供させていただいてます。名物を使いながら、まあ、お料理をいろいろアレンジ加えながらご提供できればなと思いますし、広いスペースがあるのでそこでまあ人が交流できるような仕掛けを作っていけたらなと。